皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラ報談モえよオ,オペラ、第152回。今日は、2021年の9月24日です。はい。えーと、皆さん、いかがお過ごしでしょうかえー、また、ちょっと、日にちが空きましたけれども、えー、1週間ぐらい空きましてね、えー、帰ってまいりました。はい。えーと、前回は札幌にいたんですけど、その間に、ちょっと九州に行きまして、えー、九州の、 えー、佐賀県ですね。佐賀県の嬉野市っていうところで、えー、あのー、文化庁の、えー、移動公演ですね。子供のための、えー、文化事業ですね。それの、えー、配信から作曲のオペラを根性おるり。この話は何回か前にお話し,しましたけれどもね。えー、松山郁夫さんが、えー、弾きます、えっ、ー、と、ミラマーレオペラ。 によるですね、文化庁の移動講演は、すでに僕自身の演出の手鏡っていうのがもう今年7年目であるんですけども、それの他に、えー、新たに、えー、お根性類が加わって、えー、いろんなところで講演ができることは大変に幸せなことです。えー、もちろんですね、まだまだこういう状況下にありますんで、えー、そこに手を挙げる学校ですね、小学校、中学校の数は、やっぱり例年よりも少ないですし、 一旦決まっても、やっぱりその状況に応じてね、そこから、えー、辞退しますとか、いうような学校もあったり、また延期しますとかいう学校もあったりで、ね、スケジュールがこんな感じになってるんで、えー、なかなかこう予断を許さないというか、えーまあ、そういう状況になってるんですけどもね、ただ、まあ、ま、うん、大変幸いなことに、とりあえず、えー、初日、幕を開けることができました、で2回公演してね、で僕は今、あの東京2階あ回、 いる間の自宅に帰ってきてるんですけども。まあ今日はちょっとそのことと他の一つ二つ別なこともちょっとお話をしたいなというふうに思っております。はい。えっと、まあ北海道のね、方は稽古、えチレアのアドリアナルクブルールの方のね、稽古、大変あの、まあいい感じというかね、ちょっと僕頭の中がかなりプッチンになったので、あの、そこね、チレアに行こう。ちょっと修正するのは、 ちょっと時間がかかりましてね。やっぱりやってる間にこう試行錯誤がこうなんかいろいろあって。えまあ、トランドットの方が、僕その前にも話したようにもえっと、2年越しというかね、もっとそれ、その前に流れたものもあったんで、3年間ぐらいに考えに考えていたえものだったので、それに比べると、このアドリアーナの方も、もう本来は、えっと、 これも一年延期されたものなので、その前に考えていたんですけれども、やっぱり僕初めて取り掛かる作品なんで、やっぱりいろんなことがですね、えー、これどうしようかな、みたいなことがいろいろあって。でまあ、あのー、まあ僕の演出なんで、またいろいろなことをね、そこに盛り込みながらやってるので、ちょっと自分自身もこんがらがってしう、僕はなんでこんなことをしたんだろうとかいうこともいろいろあったりしてですね。 ええー、まあでも北海道は、ええー、もう秋の涼しい風がね、あの、で、こう、あの、ちょっと乾いた感じの、ええー、とっても素敵な、ええー、あの、感じでしたね。石狩っていう、えー、札幌から、ええー、ちょっと北にですね、まあ車でこ一1時間ぐらい行ったところにある、 とこですね、海の近いところですけども、えーとまあ、海は僕、石狩の海は正直とは見たことないんですけど、海の近いところにいるんだなってことは分かってるんですけど、そこに、まあ、稽古場がいくつかあってですね、今回は、えーとそのえー、札幌で緊急事態宣言が起こってる中で、えー、利用できるそういうところ、民間のところの,その演劇などで使われてるところをお借りしてですね、そこで稽古をしました。はい え、それで、えっ、ー、と、多くの方が集まってきてですね、特に合唱団の方、えっ、ー、と、アドリアノクブルーの中では合唱って、あんまり、あのー、その、音楽的には、えー、積極的な参加しないんですけれども、物語の設定上ですね、えー、まあ、劇、一枚子は劇場なんですけど、劇場の裏で働いてる人々とかね、三幕で大きな舞踏会があったりして、そういうところに登場してくる人をね、やっぱり演じなくちゃいけない。この、 えー、実際にテキストを持たないで、まあ、要は目薬なんですけど、目薬的に舞台に居続けるってことね、なかなかこれは難しいことですね。同じような類の作品では、えっ、ー、と、僕がスッと思い出すのは、リハト・シュラウソのアラベラっていうのがあってですね、これの第2幕に、えっ、ー、と、この合唱団非常にずっと参加してるんですけども、ほとんど歌うところがないんですよね。本当に何箇所かだけあって、こういうのもね、 えー、もうオペラの伝統から離れて、本当に必要なところに効果的にそういうものをやるっていうか、まあ、ある意味で非常に贅沢なんですね。鬼人数の合唱が必要だと、やっぱりオペラハウスだと、そんだけのお金、やっぱりそういうかか、かなりかかるんで、えー、そういう人をそこに雇わなければならないですね。だから、えー、やっぱりグランド的な色彩を持ちながら、でも実際に音楽的には、非常にこのインティメントのとこを作るっていう、なんかこのコントラストはね、 非常にあって多分チレアのアドリエナル・クブルールも結構やっぱりそういうところが僕はだから作品的には結構そのちょっと大蔵王風のものですしあのベリズムといってもねその時期的なそのカバリー・レルスカーナとかパリ・ハッチとか、えー、そういう感じではないんですけども、えー、ちょっとこう新古典主義的なねと,ところもなきにしもあらずだし、えー、なんですけどえっ、ー、と、えー、しかし。 作品としてはね、かなりやっぱりもう近代というか、うん、やっぱりバーグナーの影響を受けてますね。えー、バーグナーのニベルングの指輪の中でも合唱が登場するところっていうのはもう神々のたそかれですよね。ここにしかなくて、他のところ、他の作品のところにはね、まあそれに近いあのバルキューレみたいなものが、そこに、えーお、そのバルキューレの乙女たちですね、とかがいたりとかいうのは、そういう大きな、ぐんとこ大きい。 サウンド的にこう大きなものを作るものはありますし、ラインゴールドもある意味でそういう多く大人数出てくるんですよ。でも合唱出ない,出ないですね。えー、それが神々の戦いに来ると、ぐわっとこう群衆がそこに来るみたいな。そういう世界観にやっぱり影響されてると思いますね。まあでも、そうやって言ってみると、モーツァルトなどね、えー、フィガロの結婚とか、えー、ドン・ジョバンニとか、えー、コジファン・トってとか、合唱が登場するところはもう限られたところですね。 でも非常にそれが効果を上げていると。えー、いうことで、このアドリアン・ルック・ブルーですね、合唱の皆さん参加して、自分たちのテキストを持たないところを、一体何をすればいいかって非常にわかりにくいところがあるんですけど、ソリストの言葉にね、全部一区一反応しないといけないし、そういうところね、でも非常に欲的にやってくださっていました。大変に嬉しいですね。えー、もっともっと、あの人間関係も大変複雑なもので、この間も言いましたけど、そういう、 ポロットがね、スパイ的なもの、諜報合戦みたいなものがそこに背景にあって、それが、えー、このモデルになっているアドレーナルグルールの時代と、その当時ですね、第一次世界大戦。まあ、前夜と言っていいでしょう、そういう世の中がね、いろいろこう、きな臭いにおいが立ち込めてき始めて、それが最終的に第一次世界大戦になるわけですけど。 そういうものをね、こう、作っていきたいな、というふうに思っております。はい。えー、それで、えっ、ー、と、おこんじょうりですね。おこんじょうりも全く打って変わって、この、えっ、ー、と、日本のね、この、えー、まあ、えー、一種のこの、おとぎ話的な、そういうファンタジー的な、えー、童話の世界ですね。えー、山の中の、森の中の、えー、目の見えないたこのばあさんと、それと、 食べ物を探して、えー、そこに降りてきたキツネとの交流みたいなものが、ね、描かれていて大変美しい作品だと僕は思うんですけど同時にその中にはねいろんなもやっぱり問題背景に問題があってやっぱりなぜこのおばあさんは一人でいるんだろうとかね、えー、キツネはなぜそこに降りてこなくちゃいけないぐらいお腹空かせているんだろうかとかね、えー、それとかそれをとくる漁師たちがいてね漁師、まあ、最終的にはこの結論言うと漁師はもう。えー えー、罪のなないいい動物は殺さないっていうわけですけども、でもじゃあ、彼はそれをなりわいにしていたわけでね、じゃあどうして生きていくんだろうとかねいろいろ、いろいろ考えさせる問題がそこにはありますね。えー、つまり、これは、あのー、やっぱり林勘さんがこれを書いたのはね、第二次世界大戦後のことであって、やっぱり戦争ってものを巡って、いろんなものがこう、 あのー、ずっとこう議論があって、まあ、安保とかねいろんなものがあってそういうはせか、えー、情勢を背景に描かれたものでただ単純な偶話、まあ、になってますけど単純なものではないんですねやっぱり見ている人が特に子供はもちろんその物語として受け取るわけですけども同時に大人も一緒に見るわけで,で子供もその物語を後で考えてみた時にそれって一体どういうことだったんだろうってねいろいろ思う。 えー、そしてまた外,外国的なまあ何て言うんですかね違法人キツネはだから動物ですけども同時にこう違法人でもあってねそのそういうものに対しての、えーまあ、対立関係とかそういうものの中でその中で描かれてるとも思いますね、えー、そういうわけで大変深い作品でしかも言葉のがねものすごく強い、えー、あのー えー、まあ何ていうんですか武器と言ったら言い過ぎですよねだからそういうものってそこにあるだからこ、まあ、林尚さんがこれをは、えー、と要はお紺浄瑠璃っていって浄瑠璃っていうのは、えー、歌ではなくてある種語りなんですよねだから三味線を使ってやる、まあ、一種この、えー、と音、うんまあ、声楽曲なわけですけどでもそれはその、えー、歌うというよりはむしろ語るだから 何を語っているのかってことが大事なんですね。何を語っていることが大事かっていうことは、もちろんお根性類を、特に今回学校でやったわけですけど、学校でやるときに子供たちに声の美しさを聞いてもらうって、そういう箇所もないわけじゃないですけども、でもやっぱり人間の声ってものができる。そこでそういうものを物語ることができるという、そういう事実、その力強さ。えー、そこのところをね、あの、 まあ出さなくてはいけないと思って、稽古もね、あの、言葉が一つでも聞こえてこない言葉があると、やっぱりそこのとこでこう、うっとこう、人間、あの、立ち止まって、うっと関心なくしてしまうので、うん、えー、そういうことについてはね、強く僕も繰り返しできたつもりなんですけども、まあ、あの、今回のキャストの皆さんね、なかなかいい感じでやってくださいました。その代表の松山郁夫さんね、自ら神社って役をやってくれましたし、 えー、なかなか素晴らしい。藤井紗さんと、蕎麦友恵子さんと、高畑慎吾さんですね。えー、で、えー、小瀬礼樹さんのピアノ、えー、と、あとパーカッションね、石田さん。えー、で、僕の、その舞台のチームですね。ビーの松尾博子さん、と、照明なる瀬和弘さん、えー、で衣装坂井田美沙夫さんですね。で、二家の、えーっと、舞台監督の皆さんというような人でね、非常にこう、少ない人数で今回やったんですけど、 えー、やっぱり我々がね、で今回、この佐賀の嬉野っていうところはこういうこう山のところ温泉地なんですけど、そこからさらにこう,こういう嬉野っていうのはお茶の産地みたいでね、お茶のあるこう段々畑の間をこうあのバスでこう,う、練ねりながら行ってですね、えー、こんなところに子供たちどうやって来るんだろうみたいな、もう1時間ぐらい歩いてくる子もいるみたいなんですよね、そういうところで。 講演をしましまたけどね皆さん、シーンとしてこう聞いて集中して聞いてくれてね、えー、大変に、あのーえー、嬉しかったです、えー、集中して聞いてくれ,るのくれてるのにすごくよく分かりましたし、まあ、ただ、これは僕はやっぱり今この時代ねこれ当たり前のことになっちゃいけないと思うんで僕はあえてもう批判とかそういうことじゃなくて言うんですけどやっぱり子どもたちみんなマスクをしてねそれでいつも非常に間隔を空けて。 えー、整然とこう座ってるみたいなね。あまあ今、そうやって指導されると思います、当然ね。ただ、なんか、これってもうずっと、去年の春からずっとこうやっているわけでね。本来であれば、やっぱり学校公演っていうと、えー、ものすごいざわざわ感があるっていうのはね、まあ当たり前のことで、そこで、そのざわざわ感とどうやって勝負するのかってことは我々の務めで、そこでやっぱり、ぐっとこの彼らの関心をつか、心をつかんでいくっていうね。 で、それが初めからほしーと聞いてくれるのは、まあ嬉しいんですけど、やっぱり、なんか、えー、早くざわざわに戻ってほしいなと僕は思いますね。えー、ただみんな静かに干渉してくれてよかったとは、なんか僕はちょっと思っていません。えー、彼らの心に残るものであったらよかったなっていうふうに思いますけどね。で、えっ、ー、と、まあ、そんな感じでね、その学校でやって、だから、なんか改めて、 我々が今の時代に何をすべきなのかっていうことをね考えさせられるまあその校長先生の話なんかによるとね他の行事はもう全部中止になったけれどもこれだけはできたねっていうなことでそれでまあ子供たちも喜んでそれを聞いてくれてるってことだったんですけどもえーなんかねうんまあもちろん感染症まだこう予断を許せないところあるんで致し方ないとはいええなんかもっとできることはあるんじゃないかなっていうふうに僕は あの、ちょっと思いましたね。で、もちろんだから、こうやって今の時期に、その、県境を越えて、えー、オペラなどというものをね、そういうところに持っていくってこと自体、あの、批判にさらされるってことは、当然そういうふうに思う方いると思うんですが、えー、まあ、まあ何度も何度もこの模様をオペラでやってますが、こういう状況下だからこそ、我々は、まあ、だから PCR 検査とかそういうものをしながらね、我々も、 あの稽古の時はずっとマスクをして、それでもう旅の間も繰り返し繰り返しそういうことをさんざんみんな言ってね、まあ我々はこう一つ終わるとこうあの打ち上げるみたいな、そういうのもなしでね、やってますんで、本当に我々自身、息を詰まるようなところのつながりの中でやってるわけなんですけども、でもね、やっぱりこれは僕は必要だと思ってるので、僕自身はね、あの強く必要だと思ってます。はい ので、頑張ってやっていかなければならないなっていうふうに思っております。はい。えっ、ー、と、あとはね、もう一つは、えーあ、いろいろ他のものも、やっぱり秋なんでいろんなものがあって、大学も始まりましたし、えー、僕が言ってる、えー、藤原歌議団のね、まあ日本オペラ振興会のオペラ合育西部っていうところの、えー、あれもね、新たにこの春、あの、春の、 春先の公演に向けてちょっとスタートすることになりましたし、まあいろいろあるんですけど、え前にもお伝えしました、そのオペランジですね。西澤健一さんのオペランジ楽しい稽古をしておりますよ、本当にね。え谷崎潤一郎の漫辞と、これももうすでに話してますけども、えこんな、こんなね、本ですけど、中にびっしり言葉があって。やっぱりだからこれも非常にその言葉の力が重要。でも、この言葉の力を、 非常にもう分かってらしてでその音楽とともに密接な世界をねこの西澤健一さんが作っていらっしゃる、えー、しかもここに今回登場している4人の歌い手の皆さんはね、えー、もうこれを既に何度かやってらっしゃるというねえー、人でだから僕はそれをさらに深めていくだから僕はまずそこを追いついて深めていくってことをねして、えー、まあ、圧倒的な世界を是非作りたいなっていうふうに思って今やっております。 はい。まあ、また、えっ、ー、と、ちょっと、次回、次回といつも言ってますけども、また、えっ、ー、と、詳細に皆さんにご報告したいというふうに思ってますのでね。今日最後にお話したいのは、今回、その、九州にね、行きましたね。九州に行って、で、僕は、鹿児島県の鹿屋市ってとこに、えー、長く住んでました。生まれたのは宮崎の小林ってとこなんですけどね。えー、小学校で、まあ、中学に入るぐらいまで、その、鹿屋市にいたんですけども、うん、やっぱり、 違いますね、風土がね。それで、僕の記憶の中にある、その、金谷の街とかいうものもね、あの、もう、違うんですよ。普段見て、これ埼玉埼玉でいいとこなんですけど、って東京も好きですけど、ただやっぱり九州って特別なものがあってね。で今回、その嬉野の泊まった旅館の周りをちょっと散歩してみたんですけどね、大変不思議なことがありました。それは、僕が子供の頃に見て、 っかり忘れていたような光景がね、パッと浮かんできたんですね。我々まあ、大体ですね、大概この写真であるとか、えー、いろんなもの、そういう、特に写真ですね、によって記憶ってこう、蘇らせられる場合が多いじゃないですか。だから、僕なんかももう人間始めたから相当な時間生きてるわけですけども、もう忘れていることが多分99.9%忘れちゃってると思うんですね。でも、覚えてることっていうのは、 例えば今もう僕がこうやってスマートフォン、iPhone 使ってるので iPhone で写真とかを見るとね、そのことは思い出しますよね。でもその間にあることは忘れちゃったりしている。で、僕はだから今回思い出したの、その嬉野しろの街を歩いていてですね、本当にその隙間にある、僕も子供の頃写真があるんで、大体どんな生活したのかっていうのは、その、そういうことをきっかけに思い出せば思い出しますよ。ね。でも、やっぱり、ちょっとしたことですね。街の風景であるとか、ちょっとこう、 立ち止まった時にその目の前に何があってとかいう、なんか、あとはこの、えー、なんか、香りというか、匂いというか、街の匂いというかね、そういうものであるとか、いろんなものがね、ちょっとだから今回その嬉れしろの街っていうのが、まあ簡単にはそういうレトロ的なところが、いくつかスポットがあってですね、そこは別に観光名所でも何でもないんですよ。観光名所とかはもう、 そこをそういう見せるために作られてるんで、あんまり僕はそういうものに感銘を受けることがないんですけど、本当にね、まあのー、知らない街に行くことの本当に魅力の一つは、何でもないようなところですね。これちょっとひなびたところとか、さびれたところとか、なんかそういうところをね、ふっとこう見たときに、といろんなことが蘇ってくる。僕の本当忘れてた小学校の時の友達の名前とかね、その時に自分の、 えー、母親がなんか自分,自分に何かをしたことであるとか何かそういうことをねいろいろ思い出しますね、えー、このこういうい記憶ってのは非常に重要なことなとううだからまあこれもね今やっぱり多くの方が外に出られないっていうのを生活をしてらっしゃると思うんですがやっぱりいろんなところに行ってそういうところをね自分の知らないところを見,見ながら。 そこから自分の知っているもの、自分の中に秘められたものっていうものと繋がっていくっていうか、あこういうことがあるんだなっていうふうに思いました。えー、というわけで、えー、またね、あのー、模様ドラ、模様ドラゴンじゃないよ。模様オペラね、頑張ってやっていきますんで、えー、皆さんどうか、えー、チャンネル登録とか、高評価とか、えー、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん今日も良い新情。